お姉ちゃんの彼氏また奪っちゃった。ごめんね。え、今あんたの彼の家にいるんだ。2年ぶりに連絡が来たと思ったら一体何なの？一応報告してあげようと思ってさ。意味わかんない。今までこっちが連絡してもずっと無視してたじゃない。だってお金の催促ばかりでだるかったんだもん。あんたが慰謝料の支払いをバックれるからでしょ。てか連絡してきたってことはお金を払ってくれるんだよね。は？まだ妹からお金を巻き上げようと思ってるの？最低。どっちが？2年前あんたが私の元夫と浮気したから慰謝料請求したの。理にかなってるわ。随分と時間も経ってるし、もう時効でしょ。そうやって根に持つ性格だから私に男を奪われるのよ。いい加減にして。一括じゃ払えないって言うから分割にしてあげたのに。もともと払うつもりなんてなかったけど。は？ママたちも怒るし、面倒くさいから話を合わせただけ。てかこっちはあんたのせいで両親からも縁を切られたんだからね。自業自得でしょう。そもそも私も慰謝料の件以外はあんたと関わらないって伝えたはずよ。だからあんたの彼氏を取っちゃったから報告してあげただけ。私の優しさよ。またそれ？てかユートとはどうしたの？ああ、私が奪ったあんたの元夫？慰謝料や養育費の支払いで借金まみれになったからすぐに捨ててやったわ。私の家族をめちゃくちゃにしてさくらから父親を奪ったのに。信じられない。私だけのせいじゃないでしょ。てかあんたの娘って今何歳？6歳になったけど。ふーん、じゃあ今度会った時にパパは私を選んだからあんたを捨てたのよって教えてあげなきゃ。やめて。これ以上さくらを巻き込んだら許さないから。どうしよっかな。いい加減にしてよ。なんでこんなことばかりするの？あんたの幸せを壊したいから。私が何したっていうのよ。昔からあんたが大嫌いだ。ママたちは勉強できるからってあんたばかりひいきしてさ。ただのガリ弁ブスのくせに。そんな理由で？私にとっては傷つく出来事よ。加害者にはわからないわよね。あんただって十分可愛がられてたじゃない。どこが？私ばかり怒られてたわ。それはあなたが学校をサボったり友達に嫌がらせをして問題ばかり起こしてきたからよ。うるさい。とにかくあんたが幸せになるなんて許さないから。彼はもう私のものよ。その話本当なの？そもそも会ったこともないのになんで私の彼氏を知ってるわけ？たまたまあんたの SNS を見つけたの。彼氏との写真を載せるとかリア充自慢。マジで痛い女だね。そんなはっきり写ってないと思うんだけど。拡大すれば大体わかるわよ。でさ、彼との出会いなんだけど偶然行ったバーで見つけたんだよね。え？しかも向こうから声をかけてくれたんだよ。こんなの偶然を通り越して運命じゃない？ありえないんだけど。でもこれが現実よ。残念だったわね。しかも昨日から同棲してるんだ。彼の家に引っ越したってこと？そうだよ。ルンルンタワーの最上階に住めるなんて最高。ふーん、それが本当なら部屋の番号を言えるよね。40105っすよ。あとこれもあげる。何これ？彼とのベッドでのツーショット写真。これで信じてくれたでしょう。こんなもの送ってこないで。ショックだった？ごめんね。てか彼って狩猟が趣味なのかな。部屋にたくさん銃が置いてある。珍しい趣味を持ってるのね。え、もしかして部屋に入れてもらったことないの？彼女だったのに彼の趣味を知らないとかウケるんだけど。もういいわ。それでいつ未払いの慰謝料支払ってくれるの？しつこいな。その話はさっき終わったでしょ。とにかく彼は私のものよ。二度と近づかないでね。バイバーイ。ちょっと待ちなさい。1週間後。あんたなんてことするの？何が？窓ガラスを割って私の家に入ったでしょ。家中めちゃくちゃだし。え、泥棒に入られたの？大変だね。あんたの仕業でしょ。今すぐ持っていったアクセサリーや時計を返して。は？渡したないわよ。実の妹を疑うとか最低。うちには猫がいてペットカメラが置いてあるの。それに全て映ってたわ。マジ？バレないと思ったのに最悪。てか家にそんなの仕掛けるとかキモ。猫の様子を見るためよ。そもそもなんで私の家を知ってるわけ？あんたの職場を知ってたから後をつけたのよ。は？散々ひどいことされてきたけど犯罪までしたことないじゃない。
知ってると思うけど、今月彼の誕生日でしょ。それでお金が必要でさ。だからってこんなことする必要ないでしょ。だって私バイトしかしてないし、金融だって滞納してるからもう借りられないんだもん。信じられない。どうしようかと考えたら、あんたの職場を思い出したってわけ。家族だから犯罪にはならないでしょ。私って天才。ここまで非常識だとは思わなかったわ。うるさいな、説教とかだるいから。持っていったものを今すぐ返して、じゃないと警察に被害届を出すからね。だから家族間は罪にならないんだって。同じことを何度も言わせないで。話にならないわね。今回ばかりは絶対に許さないから。あっそ、これから監禁して彼のプレゼントを買いに行かないとだし、私は忙しいの。じゃあねー。翌日、お姉ちゃん100万ちょうだい。昨日の今日でよくそんな連絡してこれるわね。だって監禁したら20万にしかならなかったんだもん。明日までに用意お願い。あんたに渡すお金なんて一銭たりともない。私にそんなこと言っていいのかな。彼の部屋に銃があるって伝えたよね。だから今からあんたのところに行ってズドンって撃っちゃうかもよ。え、もしかしたら手元が狂って娘ちゃんに当たっちゃうかも。自分が何を言ってるか分かってるの？もちろん。そんなの嫌でしょ。命が惜しかったら明日中にお金を用意してね。ちょっと聞いてるの？ああごめんなさい、さくらが話しかけてきたのよ。子供の相手をするなんて随分と余裕ね。私は本気なんだけど。あなたに関係することだったから。何それ、すごく言いづらいんだけど、あんた死ぬよ。え、実はさくらには不思議な力があってね、私の病気を当てたり未来予知みたいなことができるの。何それ、子供の話を真に受けるとか親バカすぎ。信じてもらえなくても当然だわ。でも本当よ。病気もそうだけど、1年前に電車の大事故があったでしょ。確かあんたの最寄り駅だったよね。ええ、実は私その電車に乗る予定だったの。でもその日娘から今日車で行って、じゃないとママ死んじゃうって言われて、事故に巻き込まれずに済んだわ。マジで？私は何度も娘に命を助けてもらった。だからあの子の力を信じてるの。ちょっと怖いんだけど、それであんたの娘は私がなんで死ぬって言ってるわけ？具体的にはわからないけど、外に出たらダメって言ってる。娘には霊感もあるみたいで、あんたに悪霊がついてるって。嘘でしょ。ま、私はあんたがどうなろうが構わないし、信じなくてもいいわ。じゃあね。ちょっと待って、棚から物が落ちてきたんだけど。悪霊の仕業かしら。無理、無理。すごい誤字ね、なんかの呪文みたい。うるさい、私がお化けとか嫌いなの知ってるでしょ。そういえばそうだったわね。中学に入るまで夜一人でトイレに行けなかったし。今はそんなことどうでもいい、助けてよ。彼も仕事でいないし一人なの。今すぐ来て。そう言うと思って今向かってるわ。本当にお姉ちゃんありがとう。彼のマンションにいるのよね。ルンルンタワーの4万15室で会ってる。うん、どれくらいで来る？もうすぐ着くわ。お姉ちゃん助けて。今度はどうしたの？インターホンを押したら警察の人がいるんだけど、もう意味がわからない。大丈夫よ、私がお願いしただけだから。え、被害届を出すって伝えたはずよ。昨日は監禁に行くと言ってたから家にいないと思って、今日あなたのところに行ってもらったの。はぁ、あ、じゃあお化けの話は作り話に決まってるでしょ。ただの時間稼ぎよ。だって物が落ちてきたし。置き方が悪かったんじゃない？それか本当に取り憑かれてたり。やめて。てかなんで警察、家族は罪にならないはずでしょ。それは直系血族か同居してる親族のみよ。嘘、私逮捕されるってこと？そうね、窃盗罪に住居侵入罪、窓を割ったり物を壊してるから器物破損罪にもなる。そんな、警察の人がここ開けなさいって、どうしよう。あまり待たせても迷惑よ、早く出て行きなさい。やだ、逮捕なんてされたくないもん。自業自得でしょ。どうして？じゃないと彼も捕まるかもしれないんだよ。なぜ？だって銃を所有してるし。狩猟が趣味なら届け出してると思うし平気だと思うけど。出してなかったらどうするのよ。それは捕まるわね。どちらにせよ私には関係ないわ。何それ、元彼とはいえ今まで愛し合った人じゃない。それなのに見捨てるとか冷たすぎる。
だって私とは無関係の人だし。へ？確かに遠目で見ると私の彼と少し似てるけど、赤の他人よ。そもそもあの人はお酒も飲まないし、ルンルンタワーにも住んでないわ。何よそれ、私を騙したの？私の彼だなんて一言も言ってないわ。あなたが一人で勘違いしてただけ。そんな、今までなんで私の彼の名前を出さなかったかわかる？どうして？名前を照らし合わせたら別人だとバレちゃうでしょう。そのまま勘違いしてくれていればこっちに害はないしね。実の妹を陥れるとか大抵、あんたには人の心がないのね。鬼、悪魔、どの口が言ってんのよ。うるさい、このクソ女。性悪犯罪女には言われたくないわ。あ、もう一つ言い忘れてた。まだ何かあるわけ？さっき銃で撃つかもとか私を脅してお金を取ろうとしたでしょう。それも脅迫罪になるから。え？じゃあとは警察の人に任せるわ。じゃあね。ちょっと待って、ごめんなさい、反省するから許してよ、お姉ちゃんってば。後日さん、美香は逮捕され、住居侵入罪や窃盗罪などの罪が重なり、懲役3年の実刑判決が下されました。彼女には未払いの慰謝料プラス損害賠償なので計400万を請求。公正証書に残し、支払いが遅れた場合はすぐに強制執行できるようにしました。出所後すぐに支払いがスタートします。彼氏にも振られ帰る家もなく、前科がついたことで再就職は困難だと思うので、彼女を待ってるのは地獄のような生活のみ。自業自得ですね。ちなみに美香の彼が持っていたのはエアガンだったそうです。私はというと、彼氏からプロポーズをされたのですが、娘と協力してのサプライズだったため大号泣してしまいました。これからは家族3人で幸せな家庭を築いていきます。